港神戸に出現した隆起する大地。ここには様々な水辺の生き物たちが暮らし、絵画やアート作品で彩られた、まるで美術館。アクアリウムとアートが織りなす物語の世界、神戸の港の劇場型アクアリウム、アトア。アトアで検索。